ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルです。今日もね、寒いですよね。はい、黒原町に行くね、コミュニティバスが出て行きましたね。はい、今日もね、茅島の駅前からね、スタートです。信号変わりそうですね。急いで渡っていきます。今からね、実家の方にね、ちょっとね、様子をね、見にね、帰りたいと思います。はい、茅島のね、駅前ですよ。松の家ですね。はい、朝9時からね、夜中までね、やってますね。はい、駅前のね、とこですがね、ベンチがね、みんな撤去されてしまいましたね。もう座るとこなくなるんでしょうかね。はい、コーヒー缶ですね。はい、今日もね、結構たくさん入ってありますね。はい、こちらのね、薬の樋口さんね、まだオープン前でね、シャッター閉まってます。はい、1月のもうね、もう終わりですね。はい、昨日はね、なんか人身事故あったんでしょうかね。最近よく人身事故ありますよね。はい、改札を通りまして、はい、京都方面側のね、ホームにね、上がっていきたいと思います。はい、階段上がったらね、京都方面側のね、ホームですね。今ね、電車行ったところだからね、ちょっとね、電車来るのね、来ませんよね。走って乗ればよかったんですがね、ちょっと走る元気もないんでね、ゆっくりしたらね、電車行っちゃいました。はい、ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルですね。はい、駅はね、高架ホームになってますからね、はい、風通しがいいんでね、寒いですね。はい、今行ったとこですからね、当分来ませんよね。10分ぐらい来ないのかな。はい、ホームのね、先端までね、はい、歩いていきますね。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルです。はい、おそらくね、電車がね、今入ってきましたね。はい、ここはね、寝屋川市にあるね、茅島のね、京阪電車の茅島の駅になります。はい、指導員の方が乗ってるんでしょうかね。添乗されてますね。はい、今ね、大阪方面ね、行きの電車が出ていきましたね。はい、こちらはね、茅島駅のね、京都側のね、出発信号になりますね。はい、いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝です。